筆はこれですね。そうしないと今日は動こうな。あまりかぶせたくないから、この子の場合結構頭振っちゃって頭にかかるかな、吸えるから同時ぐらい同じぐらいから始めたいかな。さえちゃんと決まってれば
ちょっとここ取ってやってね、この辺、この辺。ちょっと離れたもんね。見えないじゃん、全体。もう今週出るのでやめて、シャーミちゃんに時間がないから、もうただあげれば会場でいいようにしていかないと間に合わないです。この内海のこの幅になるやつね。非常に使いやすいです。スタンプトイプードル用のはこの短いのが出たから、あれが使いやすいかなと思う。で、ところどころ細かいとこはこの2段の使ってきます。あの細かく入れて、毛先だけ細かく入るから、この辺でつながりのところはそういうの入れてきます。すぐた、あの平面に撮るんじゃなくて、こう丸くなるようにこう弧を描くように撮っていくと高く上がってきますから、もっと早く上げるのはコームが車の中にあって出してないので、ここにあるので今仕事してます。ここからがあんまり長さがないので、一番長く欲しいところはこの辺の場合短い、前よりもこの肩の方が短いので、これを寄せ集めて高さを表現しないといけないです。ちょっとその辺でいいかな。この辺から、この辺から取れば。後ろから。真ん中に寄せてくる感じですね。どうしても癖でこっち側が余っちゃうから、なるべくそっちに反対側の段、反対側から拾います。それと手で保持してこのネックのラインを常に角度変えて作ってきます。
で今は、腰パッドを一番高い位置に持ってくるように、この腰パッドのように首持ってます。その角度鼻先下げて、頭は上げてるんだけども鼻先下げて、そうすると一番高く出したいところの毛が今まっすぐ上がってきます。この毛が楽にたくさんあるわけではないので大変です。コーラの頭曲がったり座り方曲がったりすると中心線ずれちゃうので、絶対動かないように教えていかないといけないですね。上げて早上げするには、この本当はここの毛とかこの辺の毛とか切っちゃった方が早く上がるんだけど、ちょっと長さが足りないので足さなきゃいけないですね。サイドの毛集めて、この子の場合でも通常だとこの辺まで上げたらもうそのままいけるんだけど、見ての通りここスカスカだから最後までずっとスプレー入れないといけないです。でこのこうこっからちょっとこのここの部分だけハサミ入ってるから毛が多いから、そうするとこういう2段のやつ使ったり入りやすいように、ほら、はい、終わりで、もうこれでほぼなんとなく上がっちゃったんで、見えてないと思うから前かこっちに回るか。寄せていく作業をします。今度は首を上げて、いうのは毛が足りないから全然あ、まだ肩の毛がないので寄せてきます。さっきのヒョロヒョロ毛をつないでいきます。サイドからあれば普通に上げてここ切っちゃえばいいと思います。ないと
ちのセットと、こら、ここは長さいらないけど、こっから、こっからが必要です、長さ。で、普通に前にどんどん上げてカットしてっちゃうと、ここが短、ここがこんな長くて、ここが短くなっちゃうっていう現象が起きちゃいます。そうすると、この子が今の手みたいに、前ばっかり長くて、後ろの子が全然足りないから、バックの、バックが来ない。レイバックした方が作れないから、どうしてもどうかなって言っちゃう。こっからは、下ろさないと、やりにくいかな。上から見る。寄せてきてるの分かりますか？これをまた、コーラ、ヘイ。ほぐしていきます。自然に見えるように、まあ、それにはすごいこういうね、あのホームスの中に入りやすいし、それで毛先でぼかす2段の工具だと一気に解消できます。さらに細かいのでやってきます。そうすると横から変わる、横から寄せてるんだけども、まあ寄せた感がちょっとナチュラルになるかな。で、ここに頂点を持ってくるので、今ここに集めます。今この部分ですね、ここが一番高く、自分もあの上げちゃったらめんどくさいから戻したりこういうのしないんだけど、この子の場合は毛が長さが全然あちこち違うから合わせるのに少しずつ戻して合わせていかないといけないですね。結局ここが長くなっちゃったから今からまた切るけども、一番長いところがこの部分ぐらいしか残ってなくて、こっから長、こうしたいんだよね、本当は。ここはこうで。だから、このちょびにはいらないから切っちゃうんだけど、このちょびにをそこに欲しかったぐらい。だんだん、まあ、長いこと処していけば、揃ってくるかなとは思います。まだ、2回目かな。先週初だから、なんで1回では
2番目と1番目2番目の毛もナチュラルにつながるようにつなげていきます。ここでやっぱりこう深く入りながら毛先だけバラすっていうこのコームはすごいコメントには使いやすいです。ちょっと曲線があった方が可愛く見えるから、まっすぐガチッと上げないです。あとはもうずっと微調整ですね。この辺どこまで上げるか、顔の感じとかにもよるし、今見て下げちゃってもいいし、ちょっと今からやるみたいにちょっとここ丸み持たせて持ち上げてもいいし、してるけど剃ったクリッパーかけたばっかだから、でもまあ綺麗な顔してるから顔出してもいいかな。いろんなこうここで調整します、顔に合わせて。あとは左右対称に、あまりもうこれ以上スプレーと白くなる、あまり使わないです。最後はこの曲がったやつ、ちょっと引っかかったり曲がったやつでもう一回最後まっすぐ伸ばします。なんせここの毛は一番長く必要だから、まっすぐまっすぐ伸ばします。でこう無理に繋いでるから空間ここできます、だからここも埋めます。なんせここから極端に短くなるわけだから、本当はこの人ので毛がこうやって毛先が2段になっちゃってて、長いところこの肩の刈る後ろが薄いので、もし切るのが嫌だったらちょっとこうやって貼り付けちゃいます。まあ、切っちゃっても無理なの、早いんだけど、今のところずっと毎週切って貼ってるからここだけ長いですね。
信じかしてくれる、あの8日のボール見えるかな、こんな感じ。で、じゃあ揃えます。毎回揃えてるけど、もうちょっとこのちょぼちょぼした毛を取るくらい、自分の場合はこの前はあんまり長くいらないですね。あ、これもう欲しいね、ここはこういうライン、なんかこの筋があるよね。だって集めると濃くなってくるけど、まあ、こんな感じで上がるのは、そのキノコも取って、ロゼットとかは、落ちないように、ほら離れて見たら全部します。でここからもうはみ出てこないように、落ちないように、これ一番大事にしないと、何かが起こるので、いつも飛びます。サイドは、ああ、長く見えちゃうから、もう今ずっと描いてるんですけども、ほら、丸くしていきます。丸くの仕方が、意外とこれでないないって言っても、ここまでは切れちゃうんですね。一番高いのはここ、一番高い位置はここ、そこから回って入って、あっ、入ってきます。丸く、下にもあの書いてきて、これを下に溜めちゃうと足長く見えちゃうんで、直して下からも足が見えなくなっちゃうから、少しでも上から見えるように、ここは下は丸めて入れていきます。の、はい、
動いてから怒る人いるけども、動く前に怒らないとダメです。動きそうっていう時で緩むと、やっぱりこの真ん中が落ちるから、ここ落ちないように、おー、ヘイ、ストップ、これもうちょっと上げるといいですね。この辺かな。やっぱどんどん後ろ後ろに向かっていっちゃうから、1週間2週間で、ヘイ、ストップ、ここから丸めていきます。こちらも短くなります。で、ここから今度下に丸めて落としていく、好き。なんか昨日もちょっと見たけど、こういうハサミの使いする人だとそういうのを作れないですね。なんかカーブでつまんでたけど、カーブシザーでつまむと、またあのチャンカーとか使ってつまむと犬痛いですね。あの必ず閉じたら、ハサミを閉じたら移動しないと、閉じる前に移動してる人って切れてないと思うんですよ。閉じたら移動、それを長くり、ノー、はい、あとモデルなんだから、ちゃんとしましょう。コーラ、はい、ちょっと、へえ、そうするとまあね、この短いトップの毛でも、トップのコートでも、ここの高さが出せて、ちょっと透けてるけどね。それが透けなくなるようになったら伸ばしたいな。今、どう短くなったのかな、あと前ですね。あんまり残しすぎちゃうと胴が長くなっちゃうんですが、残さないです。ここはね、自分はあんまりね、こうは取らないですね。ちょっと平らっぽく、耳が乗っても厚みがちゃんとそこに乗るように、乗るぐらいの欲しいな。はい、で、ここを高く作ってる、ここの位置ね。だからあんまり取らないです。コーラ、こっちは取ります。で、この部分、上腕の部分ですね。上腕骨をどっからスタートするかっていうと、前を取っちゃう分、ここを取っちゃう分、残さなきゃいけないから、出発点を本当はここだけど、こっからにします。そういうことによって、フロントは、フロントがあるようには見えるようになりますね、この斜めで。その代わりお腹が落ちて見えちゃうから、絶対にここは取ります。こうすると立ってる時に、前に重心をかけたような形に作れると思います。さて、何か質問だ。まあ、オンラインによってこのハサミすごい使いやすいです。安いのに、
ちゃんか使いました。本当はね、これ切りたいんだけど、ここ切ると向こうが見えちゃうので、動かすところだけのラインだけは使います。すぐで上げれるようになったらいいけど、上げれないんだったらちょっとここはまっすぐじゃなくてちょっと斜めに入れてきます。こうだからちょっとここ定定しなきゃいけないですね。このラインこうな、あとは部分的に入れては貼る、入れては貼るを繰り返します。もうちょっと離れてみよう。そっちからそれまで。自分でカメテレビ見ながら見れば撮ればいいじゃん。画面見ながら。まあこんなです。あとは反対側だけど時間がないのでこれで。終わりにします。抜け取ってるのを顔アップ顔アップ、ストップにして